お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。えー、皆さん、えー、新年明けましておめでとうございます <coughs>。はい、えー、全然明けてませんけどね。あの、<laughs> まあ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 、もう最初にバラしますと、えー、録音です。いや、もうそらね、正月2日は、ね、芸人、なんやかんや、あちこち行ってますわ。えー、 ねえー、録音させていただいてます。えー、すいません、えー。今日はね、クリスマスイブです、ほんまは。全然、もう、あの、サン,サンタクロース気分でね、喋、えー、って、全然、街は、だって、まだ正月じゃないから、ねまだ、全然もう、何、今日は24日のイブですよ。えー、の、えー、しかも朝のね、えー、10時半からや、今、撮ってるんですけども、 もう、なんや、そわそわして、クリスマス、カップルやらね、な、え、ん、ーね、や、もう、その、チキンや、ケーキだ、今日なんか僕、まだね、夜は、これから、えー、ね、えー、イベントですわ、えー、クリスマスのね、あの、<coughs> えー、その、山田ジャックの、あの、南部白芸というところでね、えー、やってる。 やるんですけども、もうやった後なんですけどね、この放送中は。はい、えー。あ、そうか、1月2日か、これね、ほんまに、まあでも、明けおめですわ、明けおめ。<laughs> 全然明けおめの気分じゃないのに、明けおめって言わな、ね、えー、あかんので、えー、まあまあ今日はだから、まあね、えー、タイムラグがあるん,あるんでね、あのー、こう、時事ネタとかはちょっとね、えー、できないんですけども、 あのーね、えー、クリスマスイブですからね、だって、あのー、もう今日はもう街中荒れちゃいますもう、カップルやら何やらはもう、セックスしまくってるんちゃいますか <laughs> ほんまに。ねえ、えー、鼻毛もしてますからね。<laughs> 怒られるわ、こんなにったら鼻毛のおばちゃんに。 ねえ、気持ち悪いわ、あえてね、言われますけども。あのー、まあまあね、えー、二千二十年ですよね。えー、また、えー、今年一年もお疲れディオよろしくお願いいたします。えー、ね。まず、むっちゃ、こうなんやろな。こう、むちゃくちゃ売れたるぞーとかね、なんかこう、ギラギラしたものはもう今年僕四十九になりますから。ああ、もう、そんななんか、 ねえ、な、え、ん、ー、やろうな、こう、うん、魂をこうね、焦がすような、えー、そういうのはもうなんかないんですけども、<laughs> ないっつったらなんかもう情熱なさすぎみたいな感じに思われますけども、ねえ、えー、なんかこう緩,緩やかに、えー、ね あの自分の周りのことを、えー、こう喋れたらなあとは思っておりますのでねまあ、そういうこのなんやろ何とも言えん独特のね山田ジャックワールドを楽しんでいただけたらなと思っております <laughs> えー、どうですね、えー、大体この、まあ、山田ジャック家と言いますか家 えー、親戚とかね、1月、これね、毎年お正月、こう昔はね、僕が子供の頃は、えー、親戚のおばあちゃんのね家に集まってたんですけどもね、えー、それがだいたい1月の2日でしてね、今日ですね、えー、もう、もうあれですけど、もうそんなもうおばあちゃんも亡くなったし、おじいちゃんも亡くなったし、 なので、もうそういうその集まりっていうのはもう習慣はなくなったんですけども、あのー、僕が子供の頃はね、1月2日。だから元旦よりも1月2日の方がみんなこう親戚集まってお年玉もらえる日ですから、元旦よりもなんかちょっとこうワクワクするみたいなね、2日の方が。はい。に美味しいもんも食べれるしね。うん。 でこうおどなんか荒れちゃいました、なんかお年玉ね、そんな、なんていうのかな、ね、僕も、その、あのなんやろね、母方の方の親戚の集まりに、えー、行ってたわけですよ、おじいちゃん、おばあちゃんね。父方の方はね、なんかもう早くいなくなってて、おじいちゃんもおばあちゃんもだから、いなかったんですね。だから、こう,う小,学あの小学生とか、あの時って、ほらあの、お年玉何ももらったみたいな感じで。 ねええー、こう、言い合うじゃないですか。子供って残酷やから、なんかもう、うちなんか、なんかもう、5、6万もらったで、とか、こう言われんのがね、すごいなと思ってたわけですよ。なんでそんなもらえんのって。やっぱりこう、なんで、お父、父方も、の親戚もあるし、母方の親戚もあるし、っていうことで、 あのねの、えー、もらえる子はどっちからもこうぶんどってましたからねえー、それは僕はだから、えー、父方の方との親戚とはあまり付き合いがなかったのでお年玉もらうことはなくあのー、ね、えー、母方の方だけの親戚おじいちゃんおばあちゃんからもらってましたねうんまあでも嬉しかったですよ、あのー、お年玉ね だこんな子供ながらにね、なんかこう、大人のね、くれるお,、えー、おじいちゃん、おばあちゃん、えーね、親戚のおっちゃん、おばあちゃんとかのね、のセンスというのがわかるんですよね。それはその、お年玉の金額とかじゃなしに、子供ってまあ、金額も嬉しいですけども、あの、嬉しかったんが、ね、あのポチ袋ね、あの、ポチ袋のね、デザインといいますか、 あの、あれがね、すごい、あの、楽しみでね。ええー、ああ、あの、なんやろうな。別に子供やからといって、なんかこう、ねえー、今流行りのアニメのとか、漫画のポチ袋が嬉しいんやろう、みたいな、そういうんじゃないんですよね。またなんか、なんかこう、子供ながらに、正月っぽさも、ええー、ありが、ありながらも、 えー、何やろうね、ちょっとこう、あのー、うう和,風和風な感じのやつがちょっとね、あのー、好みでしたね、僕は。で、ね、あのー、こう、寂しいのはこう普通の、なんちゅう、真っ白のね、何も無地のやつ、えー、それはちょっと悲しかったんですけど、なんかこう、 いい、いいね。えー、あ、このおばちゃんなんか、今年センスあるな、みたいな。そういうポチ袋でなんか親戚のおっちゃんおばちゃんのね、センスを僕は、こう、あの、なんやろね、見てたわけですよ。なんか生,生意気なガキやったでしょ。で、で、こういろんなね、ポチ、ポチ袋にまあお金入ってるじゃないですか。なくしたらあかんって言うんで、えー、そのね、一番その年の気に入った、 えー、ポチ袋ね一番僕がかっこえい,いな思ったポチ袋の中にこそこそっとねあの家帰ってからこそこそとこのポチ袋からお金を出して一番気に入ったポチ袋の中にみ全部ねお金を集めまして入れて、えーね、机の引き出しとかに直してニヤニヤしてんのがね、えー、楽しみやったですね。うん うちはなんか、まあまあ、あのー、友達とかと話しとったら、たくさんもらえたけども、結局はなんか、親に取られたとかね、そういうことを言ってくる友達とかいましたけども、うちはなんか、あのー、甘やかされてましたから、もらったもんはもう、あんたが管理してええよっていう意味あったんで、えー、もう、ボロ儲けでしたね。えー で、ね、嬉しかったなうん。でね、僕はね、すごい甘やかされてましたからね。あのー、僕これ、これ言うのも恥ずかしいんですけどね。僕、30、30回るぐらいまでね、まだもうてたわね。<laughs> 30、三十でもらうってもう情けないなって思いますけど。 まあやね、えまあまあ今から思ったら可愛がられてたんでしょうね。あ,のーうん、あ,れ,あれですよ全親戚全員がくれるわけじゃないですけどね。やっぱりこう,なんかこう高校生ぐらいになったらもう親戚はくれなくなりますわな。うん、だけどねやっぱりこうおばあちゃんとかね。あとこの おばちゃんとかはね、親戚のおばちゃんとかはなんか、あのー、僕結構人気あったんでね、えーお、おばちゃん系には人気あったんで、あのー、こう、内緒やでとか言いながらね、お年玉こう、ばって握ら出してくれるね、えー、感じのがもう30回ってからもありましたね。えー、ほんまにもう、甘やかされて育ったなと思ってますけど、うん。ね、いい思い、まあもちろん、 おとんおかんにもね、もらってましたしね。えー、うん。ねえ、そんなわけですよ。そういう。で、なんかこうね、よよお年はもらって、夜は、こうね、ご飯、なんか豪華でしたわ。なんか、うん、なんかね、えー、すき焼きみたいなとか、焼肉とかね、あの、やってましたね。あれ、嬉しかったなうん ほんでね、なんか、うちのっていうか、その、山だけと言いますか、えー、僕、親戚が集まるとね、子供ながらになんか、あともう一個の楽しみがね、あのー、何やろうな、あのー、これみんなつ、ロー、ローカル、ローカルな話なんで、ローカルと言いますか、うちの家でのただ単に呼び方やったかもしれませんけどね、お、大人たちがね、集まってね、 トランプやるんですよ。まあこれぶっちゃけ、まあ親戚同士のことやからもう言ってええと思いますけど、多分かけ取るんですよね、あれ。あの、子供にあったお年玉分取り返そうという親戚がね、えー、集まってますが親戚同士で大人だけでね、あれかけてましたね、完全に。ほんでトランプやるんですよ。で、そのトランプがね、あの、 そのババ抜きとか子供がやるその筆並べとかね神経衰弱とかそういうんじゃなしにあのねあのページワンってありますやんか知ってますページワンってそれのねちょっと変形したバージョンでねあのねペンペンってこれ通用する人いるん,いるんかなあのねペンペンっていう名前でねあのー トランプやってましたね。ペンペンしようか、ペンペンしようか、言うてね、うんあの。ルールはほぼねあのページワンっていうトランプの、ね、ゲームと同じルールなんですけど、あのページワンっていうところをうちの、ねえー、親戚はペンペンって言ってね、こう、大手をかけるときにペンペンって言うんですけどね。あのなんかこう、子供ながらに、あ もうそら、ね、金かかっとるから、あのもう親戚のいつも優しいおばちゃんとかが、目の色変わって、もう、狂気乱舞してね、やったーとか言って思いっきりなんか叫んだりとかしてましたね、あれを見んのが子供ながらにちょっとね、えー、楽しみかったですね、うん。あのねそういう う,うちだけのルール、なんか正月の、なんか皆さんもね、ええー、あるんですかね、あのう、うちだけのお正月ルールみたいなね、そんなんあるんですかね。うん。あの、またほらね、あのな、お雑煮かってね、あの、うちうちの味付けとかね、あの、味噌で白味噌やったりとか、おすましやったりとかするじゃないですか。ね。 あのー、そんなんとかもうこうだいたい関西は白飯み,みそやとかね関東とかの方はあのおだしというかおすましやとかね、うん、言いますけどもあのー、なんか関東出身の、えー、友達のね、えー、親がおるところはすましやったりとかしてああなんかいえ。 その家その家で独特のなんかあれがあるなとかね子供ながらに思ってましたけどねうんあとは何やろうな,なんかうちうちはねなんかその,あのおかんがねあのもうまあまあ <laughs> あのねもう亡くなったお,おかんの悪口じゃないですけどもそんないね料理がむちゃくちゃ得意な方じゃなかったんですよね だから、こう、なんていうかな、こう、絵に描いたような、あのー、ね、だんだんの、なんていうんですかね、おせち料理、えー、そういうのはね、あんまり作らなかった。えー、な,なんかもうほんまに、えー、だし巻き卵をかまぼこ切って、えー、あの、筑前煮みたいなね、そういうのは作ってましたね。えー、で、えー あとはもうなんかお歳暮とかでもらったハムブワー切ってどかっと入れたりとかねなんかそういうのでかさ増ししてねなんかごまかしてたなぁとえ今になって思うんですけどもあ,あとそうですねあの数の子ん数の子がねうちのおかんの数の子はね辛かったわー醤油あのーむっ めゃ塩辛かったな。あれ、あれちゃんと抜いてへんねやろね。あれ、あの、塩の、あの、なんか、水につけるわけでしょ、あれ最初に。ね、なんかこう、塩取るよね、あれね。あれ多分ね、もうおかん邪魔臭かったんかな。あの、あん、あんまりその、ずーっと水に浸す時間を置いてなかった気がする。しかもその上に味付けで醤油とか足してて、なんかやってたから。 むちゃむちゃ辛かったな塩辛かったイメージがありますねうんうんねそうだからこうねえー、たまにだからね、友達の家に行った時にねお正月、えー、なんかおせち料理とかね、えー、出してもらったこともありますけどもあ友達の家のね数の子はねなんかすごい美味しいんですよねちょうどいい感じの。 味になっててね。ええー。それで、あ、うちの数の子はやっぱり辛、辛いんやな、あれはやってあ、あのね、思った子、子供ながらにね、思ってましたね。うん。ね、ええー。そんなあ、あとはね、もう正月はね、えー、正月の思い出ね、あのー、あれですわ。<laughs> 初詣。初詣もね、あのー、子供の頃はね、やっぱりもう、正直、あの、ね、眠たかったから、もう、年明ける前に寝てましたけど、なんかこうね、えー、大晦日から正月明ける、あのー、31日がね、今で、今でも僕1年の中でなんかちょっと一番好きなぐらいなんか、 せせこましいと言いますか、なんかこう、街が色めきだってるみたいなね、えー、冬,は冬は嫌いなんですけども、大晦日かからの正月にかけての、えー、この期間はね、テレビとかもスペシャル番組とかが多くなるし、えー、なんかこう、大人たちがこうざわついてる感じとかもなんか好きでしたね。うんで あのえー、たまにね、えー、小学生の頃まだ起きてられた時はおとんがね、えー、深夜、えー、12時回ってから初詣行こうや言われてあの近くのね神社に行ってでこうほん,、ね、ほんま原則で言うとあかんねや,けどやろうけど。 あの、まだね、小学生やねんけど、そのなんかね、えー、み、みんな大人たちがね、甘酒、こう、寒い中、こう神社でね、屋台で甘酒飲んでるんですよね。ちょっと列、列作って。あれがね、なんかこう、甘酒、お酒やねんけど、甘酒って書いてるから、子供でも飲めんちゃうかな、みたいな感じで、無性にあの、甘酒、 子供ながらに美味しそうに思ってね、飲みたいなーってずっと思ってて、で、寒い中、こう湯気、もう湯気がね、ぶわー立ち込める甘酒をね、おトンが飲んでんのを見てね、多分今から考えたら、子供でもほんまは飲んであかんかもしれませんけど、ね、飲んで、ね、おトンもこう飲むかーって、 俺がこう、美味しそうやな、みたいな顔してたんでしょうね。飲むか、みたいな感じで言うんですけど、なんかやっぱり、酒って書いてるだけあって、子供ながらに自主規制してね、あのー、ええー、よ、いらんって言って、飲めへんかったのを覚えてますね。でも心の中では、こ,この飲み物一体あ、お酒のくせに甘くて、何やねんと思いながら、 もう大人だったら飲んだろう思ってね、ずーっとこう思ってましたね、うん。あのなんかこう、ね、えー、元旦の、あのー、深夜明け、深夜というか、そのね、えー、年またいだぐらいの初詣は、なんか楽しかったな。 で、なんかこう、まあまあ、高校生からこう、二十歳ぐらい若い時になりますと、もうカウントダウンとかが好きでね、えー、日付変わって初詣行くんですけども、えー、やっぱりこう、大人になるにつれて、その、近所の神社ではね、満足できなくなって、あの、もっと大きいね、大阪やったら、あの、住吉大社とかね、ああいうところにこう、行くんですよね。 あれが楽しくてね、またね屋台がたくさんあって。でね、今はもう、多分ね、2000年ぐらいからね、多分あの規制が入ってなくなったんですけども、あのーえー、当時ね、まだだから、今から何年前、えー、僕が48やから、あそれでももう 20, 20年前で28か、それぐらいはまだあって。 かだから20、30年ぐらい前かな、あのー、まだね、住吉大社で,でね、あの、見せ物小屋ってあったんですよね。うん。あれあったよ、まだ、なんか、正月に大阪の住吉大社でね。えー まあでもあのね、そのその昔の、ほんまの昔の、そのやばい見せ物小屋じゃなくてね、もうちょっとこう、なんやろう、う現代に近くな、近い感じの、あのそ,そんなね、えー、あのー、なんていうかな、えー、やばいと言いますか、おどろおどろしいか、おどろおどろしい感じは出してるんだけど、もうそういうなんかね、あのー あ,あかんやつとかはあ、じゃなくて、あのー、何か、ババアが出てきてね、あのー、ババアが出てきて、あの、ろうそくのね、あのー、なんやろ、ろうっていうのあのー、もう、ろう、ろうそくに火ついてるろうそくを持ってね、それが束になってるんですよね。で、それをね、こう、口の前にかざして、え、あのー、ろうを、 だからポタッポタッと落ちてくる牢をね、口の中にずっと溜めていくんですよ。こうポタッポタッポタッて、ベロ出して口の中にね。うわ、これ熱いんちゃうかなーみたいな感じでこう見るんですよね。だからこう、えらい溜まり、溜まったなー思う頃にね、その牢を切ったないんですけどね、ババアがそのローそこに向かってビュー吐くんですよ。ほんだら、牢、口の中の牢がね、こう、 なんていうかな吹き出した瞬間にその炎に引火して思いっきり火吹くんですよ。うん。火吹きババア言うてね。あのーひあのー。火吹き女が登場言うてね。そういう見物小屋ありましたね。ええーああ。あれがねなんかあのー。寄ってらっしゃい見てらっしゃいみたいな感じでね。なんかちょっとこう。 怖いなぁと思いながらも、えー、ねえ、えー、見に行ってた。あれが楽しみやったですね。うん。はい。正月の思い出つきませんけども。えー、ねえ。あの、なんかこう、今日は録音なんで、なんかこう曲をかけようかなと思ってるんですけどね。あの、<laughs> 何にしようかな。だ,だってこれ YouTube にね、 あげるんで、普通の、なんていうんですかね、えー、もちろんラジオ、これはラジオ放送局やから、いろんな曲をかけてもいいねんけど、僕の場合ね、あの、後に YouTube にあげることを前提にしてますんで、あのー、ジャスラックとかがね、うるさいわけですよ。だから、あのー、ね、メジャーな曲はかけれないわけですよね。 だから、この、何やろう、えー、まだインディーズと言いますか。うん。あのー、ね、そういう中から曲を選んでね、YouTube に上げても、しど,こかどこからも押し返りのない、えー、曲をかけてるんですけども、えー、今日はね、ちょっとかけたいと思うんですけども、やっぱり何、どこ、何にしようかなとずっと考えてたんですけどね。 えー、このラジオでも僕言ったことあるかな僕、まあそのね、えー、何やろうな、えー、松竹芸のところにね、昔、19、20歳の時に入りまして、うん。だから僕、今年、2020年がちょうど30周年を迎えるわけですよ、芸歴ね。もう30年やってるんやでもう、19から始めたから僕49ですからね。 いやーもう30年も,もやってますけどもそのね、えー、記念すべき30周年のこの2020年最初に何かけようと思った時にまあまあ松竹芸能に入ってねいろいろこうやってたんですけどもまあまあなかなか、えー、当時とんがってると,とんがっててね若者やからこう何でもな斜めに見るね感じの生意気やったですよ。で 松、えー、竹の会社のね、えー、社員さん、マネージャーさんからも、あまり好かれてなかったな、俺はね、あのまだ19、20の芸人が、のね、ペイペイの芸人が生意気やったからね、それはあまり可愛がられてなかったですよ。でもう,こう、とんがってますから、えー、そのマネージャーに怒られることをわざとやるんですよね、こっちもアホやから。 でねえ、こう、テレビのね、えー、たまにもらったテレビの仕事とかでね、あのー、アホや生意気やから、こう分かってないからね、ただ単にその、うん、ねえ、ジェームズ・ディーンの理由なき犯行とかじゃないそんなええもんじゃなしに、松竹のマネージャーに犯行みたいな感じでね、あのー、うん ちょっとね、放送すれすれのこととかね、えー、そういうことを生放送で言ってみたりとかするね。今からしたら勘違いやったなと思うんですけども、まあ若い時のね、えー、あ,やあれですよね、過ちと言いますか、えー、そんなんでやるんですよ。ほな、こう、やっぱりマネージャーとかから怒られてね。でも、干されるわけですよね。もうお前、そんなんやったらもう使われへん言うてね。 ほんとはこう、ね、こっちもね、えー、ほんだはええわ、みたいな感じで、えー、こうね、えー、素直に謝れないんですよね、若い時はね。で、あのー、もうぶつかってね、その社員さんと。えー、で、ほんとはこう、その、干されてる間、暇やから何しようか、あいたら、えー、もう友達、いつもね、えー、友達、 コニシをね、僕の友達の家でずっとこう、毎晩、えー、たまってね、えー、ああーだこうだしゃべってたわけですけども、えー、その時のメンバーとね、たまたまもう暇やからちょっとバンドでもしようか、言うてね。で、えーね、バンドを始めたんですよね。えー、で、その時に、コニシのね、えー、家で、 えー、集まってたからバンド名がザ・コニシ言うんですけどねあのもうそのままやないかいで、ね、コニシの家で、えー、集まってたメンバーで結成したバンドやからザ・コニシって言うんですけども <laughs> あのそれのあのー なんていうかなえー、それがね、また、またこれがね、僕がね、ちょっとね、センスがやっぱり、他の人とは違って、僕センスがいいですから。<laughs> 生意気でしょ、まだ。えー、だからこれ、ね、あの、普通にバンドをしてたらね、あの、トントン拍子にね、その、何やろう。 大きいライブ、大きいね、ライブ会場にこう行くわけですよね。ほんならこう、あの、CD 出せへんか言うてね、当時、そうあの、あのー、日本クラウンレコード、クラウンレコードさんがね、スカウトに来るんですよね。ほんで、CD 出しませんか言われてね。ええー。で、雑っにしん、もう、松竹でね、 あのー、干されてる間に友チと結成したバンドがね、あのー、まだ1曲とか2曲と,とかしかなかっただけのバンドにね、えー、クラウンレコードさんが食いついて、えー、CD になったんですよね。えー それをね、あの幻の CD、ザッコニシのね、曲を、えーまあ、30周年記念して、今年ね、えー、一発目の曲でかけてみたいと思います。えー、ザッコニシでね、ヘアーウォーです。どうぞ。うわうわ 白旗をあげた!」 どうでしょう <laughs> すごい歌でしょ、これ <laughs>。最後、ピーピーっていっぱい入ったでしょ <laughs>。これね、日本、もう、僕も生意気やからね、日本クラウンさんがそう CD 出すときに、あのー、まあまあ、これ追って、追って説明しますとね、これ何の歌かと言いますと、ヘアウォーと言いましてね、 あの、タイトル、これ、あの、一応、ボーカル、あのー、ね、山田ジャックがね、若い、当時20代前半の山田ジャックが歌ってますけども、あのー、えー、ね、その、ブーちゃんというね、えー、女の子がいまして、その、小西の部屋で溜まってる、えー、で、あのーい、いつも言ってるあの、鼻毛のおばちゃんのね、 花毛のおばちゃん、僕の弟子の花毛のおばちゃんの息子ですよ。えー、花毛、ね。本体、花毛本体ですよ。ね、その花毛とかとね、僕、その、えー、まあ、小西の家でいつも溜まってて、バンドでも結成しようか。河内友友達もおって。えー、ね。で、結成したのがザ・小西。で、まあまあ、こう、C を書くわけですけどね。 まあまあそのこれ「ヘアウォー」って何の歌か言ったらこれあのアンダーヘアのねあ,のあそこの毛の話をしてるわけですよでこれそういう意味でもういっぺん聞き返してほしいんですけどもねあのまあまあそういうアンダーヘアのねえ話なんですけども。 まあ子供の僕の,この作詞僕ですからねあの子供の頃がねあのまあ言ったらアンダーヘアがないからツルツルやったじゃないですかねうんツルツルツルやのにねあのみんなは早くね周りの人はあの早く大人になりたいから小学校もう56年早いやつは小学校56年とかね で、もうちょっとこう生えてきよるんですよね、あそこの毛がね。でもこう、僕はね、なんか幼かったんが知らんけど、中学2年ぐらいまで生えなかったんですよね。うん、あそこの毛が。ほんで、えー、でもね、ほんまやったら焦るでしょ。みんな、俺だけまだ成長遅いんかな、生えてこうへんねんけどな、ツルツルのままやねんけどな、って思うかもしれんけど、あのー、 俺の場合はその方が良かったと言いますかね。なんかいつまでも子供で折れるってみたいな感覚があったんですよ。なんか賃金ハえたらね、なんかもうお大人にならなあかんみたいなね、そういうことが思ってたわけですよ。で、あの、うもうその時のね、 ずっと子供でいたいと思ってた俺にもね、とうとう中学2年の時やったかな、冬、冬ぐらいにね、生えてきよるんですよ、とうとうね。えー、あれね、生え方ってね、一瞬ですよ。あの、う、あ、産毛がブワーって生えてきて、あ、これ白い産毛やな、思うとったらね、ある日ね、いきなり黒い、 やつがチョロチョロって出るんですよねうわ来たともう履いてきよったとうとうもう子供でおられへんと思ってねあのこれもうそのなんていうんかなこうトイレに朝ねトイレに行ったらねビヨーンと履いてるわけですよ。これの時はショックでねうわもうとうとう俺も子供じゃなくなったんか大人,大人の生活を始めなあかんねんなって、えー、思って。 子供ながらに思ってね、えー、なんかど子どと大人の、えー、なんやろね中間みたいなそのあそこに木が生えるという生理現象が僕にとっては大きなショックでしてそのことを覚えてまして、えー、そのことを。 えー、ヘアウォーってねヘアが生えてくるのと戦いという意味でね、えー、詩に書いてでそれが面白いやんけいうことで曲になって、えー、CD 発売 CD になるまでになったんですけども、えー、<laughs> これねだ,あのだから要は、えー、最初のもう一遍聞き返してほしいんですけどもあの、ね、YouTube とかでね聞き返してほしいんですけどもその。 まあまあお、あのーそのね、生えてくる、生えてこうへの戦いの詩が最初に書かれてあって、最後にもう、あのー、なんていうんですかね、もう、もう、抜いても抜いても生えてきよるんですよ、あれはもう完全に。だからもう完全にこっちはお手上げになって、もう、もう、もうしない、も大人を受け入れたから、もうとことんまで生えてこいっていう風になってるんですけども、その時に、もう、だ、 要はだんだんもじゃもじゃになっていくわけですよ。あそこの形がね。だんだん。ほんならそのもじゃもじゃになるものを表現、最い最後のところで表現しているわけですけども。こう、なんかもうね、あ、あそこ、もうとうとう俺のツルツルやったあ、あそこの形も今ではすっかりこうもじゃもじゃですよっていうのを言う、言うし、しを、 なんか、もじゃもじゃなものをって言ったら、このね、あの、バッハの頭とかね、バッハ。<laughs> 音楽家のバッハって、なんか、もじゃもじゃでしょ、なんかね。えー、とか、こう、いろいろね。あの、あと、角田博さんとかね、えー、もじゃもじゃじゃないですか、なんか。うそういう、あの、そ、ソバージュ、当時は、あのね、 えー、80年代に流行ったソバージュみたいな髪型ねのもじゃもじゃ感を、えー、こう羅列してもう今ではすっかりも,うもじゃもじゃで大人ですっていうのことを伝えたかったんですけどもそれがねやっぱりこう名前やから比喩、あのー、表現がねな人物名やからクラウンさんからこれ NG になるよと。 あこれはあかんでやめてや、つったけど、あのー、俺はね、まだ生意気やから、あのー、もうね、いや、このまま押し通してください、言うてね、えー、言うて。だからもう、後からピー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 入れられて、<laughs> うん。ねええー、あのままそのまま出すことになったんですけどもね、ええー、まあそんな、 あのねえーえー、ことがありまして、えー、まあまあそんなね、えー、あれですわああアホな時代と言いますか生意気あった、えー、時代もねあって、えー、今年30年を迎える山田ジャックですけどもええー、ねえ あの、まあまあいろいろこう、自分の中でなんか、まあ転換期みたいなね、こう、今,今はこう、なんていうんかね、ええー、その、まあまあ言い方によったら丸くなったとか言われますけど、僕は別に丸くなったとはあんまり思ってなくて、ええー、生意気な時ってね、そのお客さんに伝わらない、自分の笑いが伝わらないから、イライラしとってね、攻撃的になってて、周りに当たり散らしてたんですけども、 えー、そうじゃなくてね、あの、じゃあ伝えることを覚えようと、あの、大人になってね、芸歴も重ねてきましたら、えー、っていう風に考えるようになって、で、こう、ね、イライラして攻撃的な笑いをしててもお客さんに伝わらないんですよね。だから、そこをこう、やっぱりこう、舞台の上でこう学んでいくんですよね、山田ジャックは。で、 あのこうお客さんのに、えーね、伝わるようにするにはどうしたらいいかということを考えさせられたのがね、えー、僕その当時仕事をもらってあの今でこそ地下アイドルという名前がねすごくあの、ね、一般的になりまして、えー、地下アイドル地下アイドルってこう。もう 言われてる時代ですけども当時まだ今から 10, 10年前かなあそれももう10年前になるかなあのー、ね <coughs> えー、日本橋にね、えー、そういう,そうメ,イメ,イメイドカフェとか地下アイドルとかが本当に出だした頃にこうジャックさんと僕にオファーが来てね あのー、ちょっと地下アイドルを作りたいと思ってるんですと、面白いじゃないか、言うてね、えー、面白そうですね、言うて、あのー、穴井さんいうね、プロデュースー、後として、後にプロデューサーになるんですけども、穴井さんいう人と僕、知り合いになって、で、地下アイドル、こう集,集めてね、あのー だ、こう、やっぱり、地下アイドルになりたいこうね、まだ地下アイドルのかけだ、えー、まだ、まだ地下アイドルという言葉が、まだ、その、なんていうんですかね、メジャー権を獲得してない時代ですよね。その時にも、やっぱり応募してきた人たちがたくさんいまして。で、ね、僕らちょうどその、穴井さんにしても僕もね、えー、時期的に、えー、おにゃんこクラブで育った時代なんですよね。中高生の時に。 あんな感じのなんかこうね、えー、アイドル軍団と言いますか、えー、作りたいな、みたいな感じで、えー、言うとってね。ほんまに作ろうしって応募し、当時ね、こんなにも、まだ10年前やから、むちゃくちゃネットもスマホも普及してないんですけども、えー、ネットで募集したら結構集まってきまして。で、ジャックさん、その、 アイドルのその、おにゃんごクラブじゃないけども、そういうアイドルのグループ名考えてよ。どうする言うて。で、えー、当時ね、その2チャンネルいうね、えー、そのサイトが流行ってまして、で、そこでね、こうな、なんかアイドルの名前何にしようかな。でもちょっとこう、えー、単純すぎるのも嫌やな、僕っ,って思ってね。で、 昔、アイドルのバックダンサーでスクールメイツというのがおったでしょう。うあの、よう、こう、なんか、ね、歌手が歌ってたら、アイドルが歌ってたら、そのバックダンサー、スクールメイツ、言うてね、出てくるんですよ。なんかこう、チアガールのポンポンみたいな、持ちながらチアガールの格好したりとかしてね。それがなんかこう、控えめで面白いな、思うとって。な、なんとかメイツっていうのええな、言うてね。 で、その時に、その、それこそ2チャンネルとかが流行ってた頃にね、あの、なんか2チャンネル用語で勝手にみんなが作り出して、だんだんこう、実験を持っていた言葉の中に、ワクテカっていうね、その、えー、用語があったんですよね。あの、ワ <laughs> クテカワクテカ言うてね、えー WKTK っていうんですかね。えー、こう、書くんですよ。で、これ、ワクテカと言い,いましてね、あのー、ワクワクテカテカみたいな、こう、ワクワクしたり、こう、なんていうんですかね、こう、テンション、テン,テンションというか、肌のツヤ、ツヤ的な感じで、テカテカみたいなね。 そういうのを、こう、ワクテカー言うてね、こう、使ってた用語であってね、これが面白いんじゃないのかーと俺は思って、ワクテカメイツっていうのはどうでしょうかー言うて。でそれが採用になりまして、えー、ポンバ、日本橋で活動してるから、ポンバシワクテカメイツというアイドルグループが誕生したんです。ね、あのー、 名前、名名,名,名山田ジャックですよ。ワクテカメイツ。で、そのワクテカメイツがね、えー、頑張って、えー、CD 出すぐらいまで、えー、頑張ってくれまして。うん、で、えーね、デビュー曲は地下アイドルなんて呼ばせないっていうね。 地下アイドル、当時、今ではもう地下アイドルってメジャー券獲得してるんですけども、10年前はね、まだ地下アイドルってどっかちょっとこう下に見られてた言葉やったんですよね。だから私たちはもっと地下アイドルやけどももっとメジャーに行くんやという意味を込めて、地下アイドルなんて呼ばせないって、これ穴井さんが、名プロデューサーの穴井さんが曲を書いてね、え、名曲になったんですけども、えー、ね。 その中で、2曲目がね、えー、あの、枠手がじゃないですけども、その、KWMD をね、えー、曲が、これ何の略か言いましたらね、えー、あのー、KW、えー、KW <laughs>、えー、忘れた <laughs> <laughs> KWMD、あの、MD はね、ミラクル大作戦なんですよ。ミラ,ミラクル大作戦。えー、こ、こ、恋やったかなあまあまあ、あ、あと、あの、後で、後でちゃんと言いますけども。僕、この KWMD 歌が好きでね、えー、その、自分が命名したワクティカメイツがに、えー、デビュー曲の次の曲って結構大事なんですけども、えー ね、僕、地下アイドルなんて呼ばせないっていう歌が人気になったんですけども、僕はこっちの方が好きでね、えー、ちょっと聴いてもらいましょうか。えー、ワクテカメイツで、えー、KWMD です。どうぞ。 すいません、なんかバグってましたね、今ね。えー、C… あの全然、あのー <laughs> あの、多分、あのー… CD のあれがね、あのー <laughs> うう…裏いっぺんちょっとこう、ふ吹いてもらえませんかね <laughs> ちょっと、あのー…あのー、CD の調子がね、あのー、おかしくて、すごく、あのー か完全にね、今、バグってましたね。なんか、なんか、僕クハンカチで入るサンカチで。草 <laughs> がさんにありがとうございます、ほんまに。いきなり、なんかこう、あのね、えー、キュキュー出してかかったんが、なんか、ベラベラベラ,ラってなったから、あ、これ多分入ってへんなと思ってね。えー、いっぺんかけましょうもう一ん、一 きこれで傷ついてたらもうやめま,あの、ね、やめますわ、えー、もう一回お送りします、えー、枠ン勘弁室で KWMD です、どうぞ。はい、えー、まだですね、えー、出てきませんか、出てこへんよ、お正月一発目からバタバタしております。えーね こ,れこのライブ観客を楽しんでいただきたいと思いますけどもあっ,っ、ね、はいはい待ちます待ちます全然大丈夫です今日は録音なんでねええ日部さんが、えー、来てくれてますけどもはい出てきませんバスですか<笑><笑>あのオ、ー、ッ <laughs> OK ですか もう、もうちょっと待ちます。そうそうね、えー、この、えー、あ、これ、恋、恋するワクテカミラクル大作戦と言いましてね、えー、これをちょっと聞、あの、あ、いけました。OK が出ました。はい、それでは、えー、ワクテカミーズで KWMD です。どうぞ。 あ、これダメですね。<laughs> ちょっとこう cd がもうあの僕の家のね。cd では引けたんですけどね。あのえー。ね えー、皆さん、あのー、KWMD という曲がいい曲なんで、あの、いっぺん、あの、<laughs> YouTube で <laughs>、この続きは YouTube で、えー、かけて、あの、聞いてみてください。えー、で、あの、ほんま皆さんに聞いてほしかったんですけどね。えー、まあ、これ、あの、あれですよ、録音ですけどほぼ生の完全な、生的な感じで完全収録なんで、あの、このままお送りします。あのー、全然、編集はいたしません。 はいえーねえー、これをかけてポーンって終わろうかな思ったんですけどね、えー、もうでもいい時間ですね52分なんでね、えー、もうちょっとですそうですねそういうそのねアイドルのね、えー、MC しか,しかもまあまあ、えー、ね、えー、夕焼けにゃんにゃんで言うたらその何やろうね皆さん夕焼けにゃんにゃんの時代あの MC にトンネルズとかね あのー、大竹誠さんとかね。そういうちょっとこう、なんやろね。アイドルやけども可愛いねーとか言うて、こう、アイドルにこびるような芸風じゃなくて、あんなに何してんだよ、この野郎みたいな。アイドル、かわいいアイドルにもこう、どんどんズカズカ言うていくみたいなね。えー、そういう、あのー、立ち位置でやらせてもらえるんだったら僕も MC しますよという仕事をき引き受けまして。 で、えー、ね、やらせてもらったんですけども、やっぱりこうね、えー、来るお客さんがやっぱりアイドル目当てですからね。うん。だから、えー、山田ジャック目当てのお客さんじゃないですから。うん。だから、やっぱりこうね、普通通り、今まで通り、とんがった感じでやってても、やっぱり受け入れられないんですよね。なので、あのー、ね、 やっぱりそのアイドルを見に来てくれてるお客さんにもどうやって伝わったらいいか、ほんで、どうやってこう場を盛り上げてアイドル、アイドルのことも盛り上げつつ、自分の面白さも表現できるんかっていうところをすごく考えさせられる、あのね、えー、MC のそのやらせてもらった時間、ね、えー、時間をしかもこうきっちりね。 タイムキーパー的に、えー、ね、やりもってみたいな、そういう、あの、ライブの MC 的なものを学んで、お客さんにどうやって、えー、自分のことを見に来てないお客さんにも自分のことをアピール、どうやったらできるのかな、そういうことをね、すごく考えた時期でしたね。えー、そっからね、やっぱりこう、ああ、いろんなお客さん、 あの僕が目当てじゃなくても僕の話を聞いてもらえるような、えー、ことをせなあかんなという意味では僕ターニングポイントになったなと思ってねあのー、こう、うん、そうやね、うん、でこう笑いという今のスパワールドとかにもね やっぱりこう、俺らを見に来てないんですよ、やっぱりサウナ、岩盤浴をしに来てるんですけども、そこでそのお客さんをどう楽しませるか、えー、ね、えー、僕らの無名の、僕らが無名やから言うてね、えー、ね、メジャーじゃないからって言って悲観するんじゃなしに、無名やからこそ、どうやって伝えようとかね、えー、そういうところを、えー、考えれるようになった。 なぁと、えー、思いましたね。うん。まあ偉そうに言うてますけども、まだ全然ね、えー、つ伝わらないことがたくさんありますけども、えー、2020年もね、えー、こう、頑張ってと言いますか、ね、えー 最初の一発目の放送からドタバタしましたけども、これはね、あの、やっぱ山,山田ジャッククオリティやなと思いますよ。あの、<laughs> えね、えー、今年もね、皆さんお疲れるよ。えー、どこまで続くかわからないですけどね。あの、えー、うん、そうそう、一回一回大切にして皆さんも聞いていただけたらなと思っております。 えー、皆さん、えー、お正月、ね、二日目ですけども、まあ、大晦日から、ずっと年末から、えー、正月にかけて、えー、バタバタしてたでしょお疲れ様でした。えー、今年ね、一、えー、年またよろしくお願いします。ということで、えー、エンディングいきたいと思います。皆さん、えー、今年もよろしくお願いします。お疲れ様でした。